ミスタイムさん、筋トレ100話またできましたね。まあいろんなシリーズでやってますけども、どれもがね数百話まで続いていて本当に素晴らしいなと思います。まあぐるっとね1年ぐらい経ちまして、ミスタイムさんもまあいよいよねこれからもうまさに正念場といいますか、まだまだ頑張っていきたいなと思ってるところだと思うんですよ。思えば去年の今頃って本当にね100キロを超えたミスタイムさんが筋トレをねやっていくみたいなことね、本当に皆さんびっくりされたかなと思いますけども、1年続けるとまさにねプロレスラーみたいなアスリートの体になってるわけですよ。この変化ってのは嘘がないですよね。1年前の画像ってのはよくオープニングでもミスタイムさん動画でね出してますけども、本当にあれだったんですよね。メガネをかけて白い帽子で ねたまには台所から映したところもあったと思いますけども、いや今はね完全に、筋トレマスターですよ、本当に素晴らしいと思います。で私もねこの1年一緒に筋トレをしてきて故障に悩まされましたね。あのこの1年っていうのは半分ぐらい私故障だったです。でどんな故障かって言いますと、まずはねあの右手ですよね、ここをねあのお風呂でガチンとついちゃったんですよ。その時にここにひびが入ったらしくって、それからというものをこちらの方でバーベル上げがちょっとできなくなりました。今はねだいぶ戻りましたんでもうできると思いますけどね。それから去年の9月私はね名古屋で脱臼したんですよ。道端を歩いていて急にねバーンと倒れて肩がぶつかっちゃって、ここからねちょっと骨が出たみたいなことになっちゃいました。で脱臼をして本当にその時は気を失うぐらいね血がぐーっと集中したんですけども、まあ名古屋病院に搬送されて救急車でで処置を受けたんですけども、まあできることはないよと、手術で脱臼を治すかほっといたら肩が治っていくのを待つかってことなんで、いまだにほっといてる状態ですけども、私の場合はね3日ぐらいで痛みが引いて、まあ通常営業に戻ったんですけどね、まあそういう感じでちょっと故障に悩まされたところがありますんで、今度はねこのあの何ですかねバーベル上げがちょっとね、最近までできなかったかなっていうことですね。でその代わりスクワットですよ。スクワットで下半身を鍛えることができましたんで、スクワットをしっかりやったりとかね、あとはあの任天堂スイッチのあの筋トレのやつがあるじゃないですか、あれをねレベル100ぐらいまで上げて、まあしっかりとねやらせていただいたってことがあります。で最近はですね足なんですよ、あの左足にちょっと肉離れ的な痛みを感じまして、ちょっとねやばい病気なんじゃないかなっていうふうに恐怖を感じたこともあるんですよ。さあそれでねミスタイムさんにちょっとねお話したいんですけども、あのやっぱり肉体って最後まで自分を裏切らない、まあ重要なね資産だと思うんですけども、でもね不幸にして何らかの病気にかかってしまったりとか、まあ筋ジストロフィーっていうのは私すごく恐れてるんですけどね、ああいうふうに筋肉が萎縮してる病気っていうのは誰がいつどういう原因でなのか全く分かんないんですよ、まあ、ですのでできる時にやっておかないとなと思うこと、まあそれがね私の原動力にもなってるんですよ。若いうちにやっておこうとかね、できるうちにやっておこうとか、それから今もう48歳ですけども、もうね60代とか70代の体を今から作りに行くって感覚ですよね。48歳から10年かけて58歳のボディを作りに行くみたいなね、そんな感覚でやってますね、でもやっぱり病気とか怪我って本当怖いですね、これからも用心していこうと思うんですけども、まあ、ミスタイムさんもねあのトレーニングの方法の中に怪我を起こさないための事故を起こさないためのっていうコンテンツありましたけどね、これからも健康で頑張っていきたいと思いますんでよろしくお願いします。100話を超えて、今度なんかズームライブあるらしいじゃないですか、楽しみにしてますよ。なんか元ホームレス対談、これまた分かったら教えてください。それでは行ってきます。